今日はサウスブロンクス内のポートモリスというエリアのご紹介です。こちらは6番ラインサイプレスアベニューステーション周辺の様子です。今日はこちらの駅から東の方、イーストリバーの方へ向かってみたいと思います。この辺りですが、アパートが一部建っておりますが、ほとんどがウェアハウスなどの産業用の建物となっております。こちらの上に走っている線路ですが、こちらはアムトラックと呼ばれる電車のものでして、ワシントン DC からフィラデルフィア、ニューヨークを通って、そのまま北上してボストンまで行きます。この辺りも主に倉庫地帯となっております。こちらはブロンクスブルワリー、ビールの醸造所です。中にテイスティングルームがありまして、ビールを味わうことができます。この辺りのエリアの名前が書かれております。こちらはウイスキーの蒸留所になります。イーストハーレムとクイーンズの間にランドルスアイランドという島がありますが、こちらはそのランドルスアイランドとブロンクスを結ぶ道となっております。
ちらはイーストリバーになります。